私はだからちょっと今日聞きたいのはね、はい、沖縄、はい、ね、沖縄で行くとあの基地問題とかあるでしょ。はい、あります、ね、はい。で、まあ、これもね上手にしゃべらないとまたいろんな意見の方あるんで難しいんだけど、はい、あの要するにあの沖縄の方にとって基地問題ね、これ本当複雑だと思うんですよね。で、まあ、小学校ぐらいまでしかおられなかったかもしれないけども、もともと沖縄でずっとおられる人にからするとどうですか、これ率直に言って、この問題いろいろ、まあ、反対運動したりしてるんだけどね。やっぱこう世代が、うん、あの世代によるこの考え方のなんか差はあるのかなと思っていて、うんうん、でやっぱり戦争をまあ体験された方、うんうん、でまたその戦争を知らない世代としてのやはりこの考え方にはあのやっぱり差があるなとは思いますね。で、その基地問題に関してはやっぱり沖縄だけの問題として捉えるのではなくて、やっぱりその、うん、日本全体 ね、日本全体でやっぱりこう考えて取り組まなきゃいけないものなのかなと、うん、そうですよね、はい、思います。いや僕ね あれなんですよ、去年のね夏にね、はい、あの戦後70年ということで、うんうん、あのいろんな映画がね、はい、ワーワーなんかでもやってて、はい、その時に映画の名前忘れちゃったんだけど、うん、要するに沖縄が舞台になってるね、はい、戦前の映画でね、はい、あそうかと思ったんだけど、要するに沖縄にはもともと基地もクソも何もないんですよね、うん、それであのじゃあ南方どうしたのかというとサイパンがあったから、はい、サイパン日本が委員統治してたから、うん、はい、事実上日本のねあれだからそこがあの言えば基地があったわけですよね、うん、はい、で沖縄は基地も何もなかったんですよね、はい、ところがサイパンが捉えちゃうと、うん、でそうすると沖縄はなんとかね守らなきゃならないと、うん、ね、でそこでもう急遽あの佐渡金畑をね潰してね、うん、滑走路作ったりあるんだけど、うん、間に合わないんですけれどもね、うん、それで、まあ、沖縄を助けに行くためにあの大和があの特攻で行くわけですよね、うん、まあ、行かなく途中で沈められちゃうんだけれども、はい、要は何が言いたいかというと、はい、あの戦前は、はい、沖縄にはね、はい、そういう意味でその基地も何もなかって、うんうんうん、なかったんですよ、うん、でところがその後戦後になってからね、うん、占領されて、うん、要するに戦争終わってから後ですね、うん、どん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 米軍に接収されて、うん、基地がどんどん使えていった現実があるんですよね、うん、はい、でそうするとものすごくその、 あの沖縄の方々っていうのはあの、まあ、玉砕も含めてね、うん、あの一番まああのそういう米軍とのこの、 あの戦争の現場があって、うん、はい、でその後捉えてもしてね、はい、だから かなりね反米感情はねもともとあって当然なんですよね、うん、それは、うん、それは、うん、それはそれはもうだから本土と法とはね全く違うのがあって、うんうん、でそれでしかも本土が昭和27年にね、うん、の一応、占領が終わった後、はい、47年まで20年間あるでしょ、はい、あだからちょっと待ってよ、今井さんは何年生まれ、ずっととか、昭和58年です。58年だから本土復帰してからだからあれだけど、はい、昭和47年まで要するに20年間復帰遅れますよね、はい、でその間にあの要はその自分独立国にもっぺんね早く日本に戻りたいと、はい、だから昔は、うん、あの占領されてるから日の丸もね当然上げられないしね、はいはい、で、うん、本土でもそうだったんだけども、うん、本土は27年以下上げられなかったんだけど、うん、沖縄でもそれもできないと、はい、だから沖縄ではみんなね早く本土復帰して、はい、ね、日の丸も上げたい人、はい、と思ったんだけれど、うん、結局そう思ってやってきてで本土のために日本のために戦ったと思ったのに、うん、ね、そのヤマトンチュの方はね、うん、なんだと自分の独立国の独立するって話も全くなくてアメリカに従属して、うん、で自分らがその従属に一番ね、うん、典型的なところでおられると、うん、でそこのなんとも言えんその沖縄の人のこの、 あの本土がヤマトンチュ側に対するね、うん、怒りみたいなのがね、うん、本質的にあるんじゃないのかなと思うんですよね。そうですね、それはまあ私は特になかったんですけれども逆に憧れていた場所だったので、うん、でもその世代的にはおじいおばあぐらいになるとそうですね、おじいおばあは
やはりこの戦争のことについてやっぱ触れないで、あのいたというか、あえて触れなかったのか、うん、そのやっぱ振り返ったら辛い経験っていうものもあって、なかなかやっぱり話す機会っていうのはなかったんですけれども、うんうん、やっぱり沖縄のやっぱり今後の課題としては、まあ、そういった、うんまあ、事故とか、うん、やっぱ事件の、ね、やっぱり軍属とかね、はい、いろいろいるからね、うん、やっぱりあのそういったことをやっぱりこうそうでしょう、うん、だから結局だから沖縄問題っていうのをやっていこうと思うとね、うん、その沖縄のは本当にだからあの戦争の後アメリカに占領されて、占領されたらに まさに接収されて4分の1が基地になってるのか ね、はい、ね剣道のねだしで全部もうあのアメリカの基地のほとんどは沖縄に集中してるしね、うんはい、だから沖縄から出てってもらうのもいいんだけどね、はい、あの鳩山さんが最低限県外、うんねうん、できれば国外とかなこういう話で言ってたけど、うんはい、あのもちろんあれで良かったんですよ、うん、いいんだけど僕あの時ね今でも覚えてるんだけど、はい、あれをそういう話を鳩山さんが言い出して外務大臣が、はい、の岡田さんだったんですよね。で参議院の 外務委員会に私行った時があって、はい、でそこで岡田さんにねこう言ったわけですよ、はい、岡田さんとそれから北澤防衛大臣だったかな。でそこで総理がそういうふうにねおっしゃったと、はい、実にいいことですと、うんね、しかしそうするためにはね、うん、結局はね、あの米軍出て行ってくれたら、うん、あとそれじゃあそれであの平和になるかってそうじゃなくてそれこそ外国の圧力が入ってくるわけですよね、はい、まさに尖閣のような問題が沖縄でも起きてくてどうするんだと、はいうん、だからそう考えると防衛力を増強してね、うんはい、きっちりアメリカには、ね、軍は出て行ってもらうけれども、うん、自衛隊を増強してやりますということしかないんだけども、うん、そういうことを当然考えておられるんでしょうねと、うん、とこう聞いたんですよね、うん、そうすると、うん、岡田さんたちはね、うんうん、妄想考えてませんとこう言うからね、うん、何言ったんだいかんしろとまたドラッと泣いたんですがいや本当だから結局ねあの話がねものすごくね、はい、沖縄の人にとってはあの不幸な話というか怒り浸透にあの発するなるんだけど、うん、要はもうそういうね沖縄がじゃあ本当にね米軍なくしていこうと思ったら、はい、どうしたらいいのかということをまともに考えもしないで、うん、要は米軍は、うん、あの県外に出ててもらいますなんてね、うん、もうとんでもない無責任ね、うん、それで僕はあの今 あの知事さん誰だったっけあの人尾長さん尾長さんもともと自民党でしょ、はい、でその時に、うん、今までねあの沖縄も基地がなければしゃあないと、うんはいねまあ、日米安全保障の一番のね、うんあのまあ、そういう矢面になった地域だけどもこれはもう日本の国のために、ねうん、全体として沖縄県民はまあその負担もあまりなきゃしゃあないと思いながら自民党に多分されたと思うんだけど、うんはい、あの鳩山さんにあんなこと言われてね一国の総理がね辞められるとそれならそこまで言うんだってやってくれよという、はい、なんかそんな感じがあったんじゃないのかなと思うんだけど、うんあの発言沖縄の方々ものすごくやっぱりあの期待もしたし傷つきもしたと思うんだけどねそうですねやっぱりそういった中やっぱり政治家のこの発言力というのはね、うんうん、やっぱ丁寧に、うん、こう発言をしていかないと、うん、結局やっぱり期待していた分あというので嘘ついた嘘ついてっていうか結局ね嘘以前に考えてないんだもんね彼らに言ったのはさっき言ったように、要するに沖縄からね基地が米軍なくなる、はい、私も賛成ですよって、はいはい、やるそうしようと思うと、はいね、自分たちで自分たちの国守るね、うん、あそこまでの基地はもちろんいらないだろうけれどもね、はい、それなりに自衛隊が代わりにですね、はい、しっかり守れる仕組み、ねうん、沖縄を守り、ね、ちゃんと安全保障がちゃんと確立できるような仕組みしようと思って、うん、やっぱり自分たちいらなきゃいけないんでね、うん、全部なくしちゃうとそれこそ、ねうん、尖閣と同じことになっちゃったらいらなくてだから、うん、そういうことを考えて言ってるのは分かるんだけど考えてないということを平然と言って恥じないんですよね、うん、彼らなんかあと一つ思うのがそのまあ沖縄に行ってやっぱりそのあの沖縄のその基地の中で、うんまあ、結婚沖縄の子とは結婚する方もいらっしゃるじゃないですか女性が、うんで基地の人その例えば勤めて、はい、あの勤めてではなくてその米軍の、ね、軍人とか軍属の方と結婚 する、うん、あの沖縄の方もいらっしゃっ
ている中で、その方たちへのそういった偏見とか、うん、そういったものって、まあ、どうなのかなとか、あ、そう、ありますか、 あるのかなと思うと、なんかそこはなんかすごくね、うん、また別問題で、うん、考えていただきたいなってやっぱ思いますし、うん、で、まあ、その生まれた子供がハーフ、うんうんうんということで、またいじめを受けてないのかなとか、なんかそういったこう心配はありますよね、うん、この今の沖縄のこの風潮で、うんうん、だから、うん、そうね、そういうとこもあるんだけど、はい、要するに沖縄問題というのは結局ね、あの戦争の後始末がまだできてないということなんですよ、はい、これは、はい、でそれは沖縄問題に象徴されてるんだけれども、はい、実は日本全体関係ある問題でね、はい、つまり、うん、沖縄が一つの一番犠牲になったら間違いない事実なんだけれども、はい、要するにアメリカが占領した時にね、もともとどう思ったかというと、日本を軍事的に解体すると、うんうんうん、ね、でそして、ね、沖縄はこれからアジアの中で、まあ、地政的学的にもね、はい、一番この軍事的拠点としていいというので取っちゃったと、うんね、で取っちゃったんだけれども、うん、それを返す、ね、はい、つもりは全くないと、うん、アメリカの今のね、はい、この軍事的、その優位性を残しておくも当然なんだけど、トランプさんが、はい、ね、要するに自分で国は自分で守るとか言い出してきたでしょ、はいはい、そうすると、はい、またその意見もどうかあるか分からないけど、まあ、自分で国自分で守るっていうのは当然の話でね、なんかその報道された時に聞いた情報によると、なんか沖縄の方々、うん、まあ、その、ね、こう基地をこう、まあ、反対運動をこうしている方々が、あ、もうこれで基地がなくなると、うん、こうすごく喜んだという話は聞きましたけど、そう、うん、いや、じゃあほんで基地がそうやってなくなるかもわからないね、わ、はい、からないんだけど、うん、その後がどうなるかって話なんだから、次、ね、ね、そうするとね、それで終わっちゃうと、うん、畑山総理と同じでね、うん、そうじゃなくて、代わりに、うん、じゃあその後ね、はい、自衛隊がちゃんとそこにいてですよ、はい、ね、守ってくれる仕組みになってないとさ、はい、それこそ中国からドカドカドカッとね、うん、来られたらもう何もできませんよね、はい、これだって現実そういうことだって当然あり得るし、はい、現にまあ、中国はもう海洋進出ものすごく野心持ってるわけだからね、うんうん、だから結局自分で自分の国を守るということを我々は考えてこなかったと、うん、アメリカさんに全部任せてきたと、 そうですね、その負担はほとんど沖縄に任せてきたと、うんうん、まあ、そこがね来てしまってるんで、うん、やっぱりここをやっぱりね我々しっかりやっていかないといかんと思うし、うん、沖縄出身の熊井さんにも、そうですね、やはりその、うん、きちんとその、まあ、議論ができるといいますか、そういった話し合いができる人たちにもきちんと目を向けていただきたいなと思いますし、ね、うん、まあ、なかなか私たち世代は声を上げれないというか、うんうん、まあ、そこまでなんか反対反対って言われると、うん、なかなかそのね、賛成という声が結構その、うん、そうでしょうね、消されてしまう、なんとも賛成なんだみたいな感じでね、はい、なっちゃうね、はい、おじおばがね、すごいよね、だから僕ね、本当経済だからね、これがまたね、この本土側からするとね、だから基地経済でね、沖縄持ってんのにはなんだみたいなことをね言う人いるんだけども、確かに基地でね経済あるとかあるかもしれないけども、そうじゃなくて、沖縄の一番問題はもともとやっぱりね、本土に比べてね、社会資本整備も含めね、産業基盤も含めてね、ずっと遅れてきた間違いないしね、でしかも占領が長く続いたしね、はい、その分ずっと遅れてるわけですよ、はい、でそれをこちらの方でね、まあ、沖縄もっぺん進行ということで沖縄には手厚く出されてるんだけど、何かね、それをこれやったってるのにね、なんでね、こんだけやってるの、沖縄の方はなんでそんな反対するんだということをまた思ってる人間も中にいたりするんだけど、はい、うん、こういう議論してると全く実りなくてね、うん、僕はやっぱりさっき一番初めに言ったの、沖縄の問題は沖縄のその歴史の中で考えてみるとね、沖縄だけなんですよ本当に、本土のために、うん、ね、このよし日本全体のために本当に戦った一般の市民までね、うん、はい、でそれでたくさん亡くなってね、はい、でそこの検証というのはものすごく大事でね、うん、だから
太田稔中将か、うんね、沖縄県民各戦えり、うんね、後世願わくは格別の後輩を、うん、あの県民に対して格別の後輩たらんことを十分と打電して最後玉砕して死んじゃうんですよね沖縄戦で、うん、やっぱりそのあの時のね頑張った太田中将のその心をもう一度我々やっぱりみんな知らないからね忘れちゃってるしね、うん、で沖縄にはねお金大事だけどお金だけじゃなくて誇りをね、うん、取り戻す、うん、沖縄県民のね、うん、それを検証して、ねうん、検証と同時に、まあ、この本土側の方がしっかりそういうことにね、うん、感謝と敬意がなければならないんだけど、うん、でその上で、ね、自分たちの国自分で守るためにはどうやっていくんだろうと、はい、できるだけ、まあ、基地を、ねうん、あの米軍のは小さくできるんだってやっていくのは次だと思うんだけどね、だからそういうところの話をね、うん、まあ胸襟開いてしないといけないと思いますよね、うん、そうですね、私は感動したのはやっぱり自民党の、 あの党本部にシーサーがあることがすごく感動して、あれ最近置かれたんですよ、あれね、はい、あれねすごいね、あれ ねシーサー、そのなんかこういろいろやっぱ一部で、うん、その沖縄は反自民だなんだって言われてる中、うん、その自民党の党本部の前にやっぱりシーサーが置かれてるっていうことは、うん、やっぱ何かやっぱ自民党もこう沖縄のことをきちんと思ってるというなんか現れなのかなって思うと、うんうんうん、やっぱりあの沖縄の、うんまあ、人としてはなんか嬉しいなって、そうですね、いや本当、うん、あのこれはお互い様っていうかね、うん、やっぱり我々があの若い世代沖縄の人も、うん、あのこの本土にいる人間もね、うん、戦争全部忘れちゃって、はい、知らなくなってきちゃってるからね、うん、やっぱりそういうとこをもう一度みんな、うん、あの歴史をもう一度紐解いて、うん、お互い共有していくと、はい、で沖縄で何があったのかということはやっぱりみんな知ってないとね、はい、ちょっといけないと思いますね、うん、僕もね、そうですね、そしてやっぱりこうやっぱ日本全体でやっぱり考えていく必要がやっぱり大事なんじゃないかなと、ね、はい、はい、思っております、ということで今日は本当にあの芸能界の話から沖縄の問題まで非常に濃い議論ができたと思います、あ、それからそうそう、最後のそのね障害者の耳の不自由な方の、はい、この言葉を取り戻すねやっぱり教育というのはものすごく大事だと思いますね、そうですね、日本語ですね、日本語をね、はい、そう、これをしっかり我々も応援したいと思います、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。